はい、いいよ。開けたよ。開けてないよ。一回開けたんですよ。はい、ちいかわの夢見たグミを2種類、全2種類両方買ったんで、とりあえず買ったのこっちのやつ。なんか規制されたやつ、頭キノコ規制のやつ、を作っていきます。はい、どうやって作る？3つの小皿に黄色の小皿ってないやんか。用意せなあかんのか。はい、ではこの皿にそれぞれの袋、これ開けて粉入れていってください。どこでもいいから入れてください。赤、真ん中、これ赤じゃないか、青やんか。青から。スプーンあったっけ？スプーン入ってないの？入ってないか。用意するものここに書いてるな。小皿、スプーン、飲料水と一寿司やん。これ流すの？ちょっと待ってよ。じゃあ、とりあえず水入れていきますので、一つずつ入れて混ぜてください。これ僕水入れるのでね。はい、これを入れてください。一個ずつ。どれで？これもうそのままじゃって持って入れてください。じゃって持って全部？ちょ、反対これを持ってこっちに入れる。ちょ、こっちを持ってこっちに入れる。じゃあ混ぜてください。つまようじがいい。つまようじでやる。じゃあこれを肩にも好きな色入れていってください。スプーンで？うん、1個しかないからちょっとあれだけど。青いキノコ、爪楊枝は最後に剥がすときに使うんやな。はい、出来上がったので、あとは、あ、そうだ、常温で1時間置くんやって。で、あとは爪楊枝で取って終わり。はい、じゃあ1時間待ちましょう。はい、固まったので、綺麗にできてるかな。ひっくり返してこっちに乗せてみたら。大丈夫大丈夫、これ取れるから。はい、爪楊枝で、ひっくり返す。取ってみ。綺麗に取れてる。いいよ、次。ハチワレの頭綺麗になってるかな。並べていって。大丈夫だ。切ったりか。つまり、つまりちょっとね。できてる？はい、ハチワレはどうなってるかな。カメラで見にくいか。ヒントが。ハチワレの頭どうなってる？いいな。ちょっとね、まあいいか。この人？これがわーって言って、って言ってる。多分頭からキノコ入ってきたからな。
味しい？何味？分かんない。美味しい？はい。ゼリー。ゼリー？グミやな。はい。もう一個の方も作って完成させました。はい、説明してください。これ何ですか？これは何ですか？うさぎ。これうさぎですか？うん。じゃあこれは？クマ。ぺちゃんこになる。ごめん。これは？おつゆ。おつゆ。パイやな。じゃあこれは？氷。氷。